Hi there、 福呂駅長です。今回はね、ザ・東京トイレット第2弾としてね、恵比寿駅周辺の3施設を一気にアップしましたよ。で、まず最初はね、恵比寿公園内にあるクリエイター片山正道氏のワンダーウォールという作品からご紹介しますね。では行ってみましょう。我が国ではね、トイレの語源は川屋で、最初は川に屋根の屋と書き川屋と称していたそうです。で、後に現在でも使われる幹部を持つ川屋と書くようになったそうです。で、川屋はね、縄文時代前期からあったそうですよ。で、川の上に立つ小屋だから川屋だそうです。そのままですけどね。で、非常に粗末なものであって、土や木片をつなぎ合わせて作られていたそうですよ。で、かつて原始的な川屋の佇まいやね、雰囲気をイメージし、15枚のコンクリート壁をね、ランダムに組み合わせて、オブジェであると同時にトイレである曖昧な空間を構築したそうです。で、壁の間のね、スペースは男性女性あらゆる人向けに設計された3つの異なるエリアにユーザーを導くそうです。まるで奇妙な遊具で遊ぶかのように、利用者が施設と対話できるようなユニークな関係性を生み出すデザインとなっているそうです。この壁全体には木目が全てに作られていて、単なる打ちっぱなしのコンクリート壁にはないぬくもりがありますよね。また中の設備はモノトーンでシンプルな設計で、好感が持てます。オレンジ色の照明も優しく落ち着けるイメージですよね。恵比寿神社はね、文献によると大昔の頃より天津神社と称して、家内安全、無病息災、五穀豊穣の神々としてね、広く住民に崇め祀られてきたそうです。でね、戦国核整理によってね、記念事業として現在地に社殿を新築してね、これを契機に商売繁盛、縁結びの神、琴代主の神、いわゆる恵比寿様を行使し、社名を恵比寿神社と改めたそうですよ。子供たちのね、遊び場として親しまれている緑豊かな近所の公園、恵比寿東公園。この施設をね、単なる公衆トイレとしてではなくてね、休憩所を備えた公園パビリオンとしてのパブリックスペースとして機能をさせたいと考えていたそうです。で、子供からね、通勤途中のね、人まで様々な利用者のことを考え、施設全体に見通しの良い分散配置を採用してね、安全で快適な空間を目指したそうです。で、各部をね、一体化した明るい屋根はね、通風と採光を促進して明るく清潔な環境を創出するとともにね、遊具のようなね、ユニークな外観を与えているそうですよ。でね、恵比寿東公園はね、タコの遊具があることからタコ公園と呼ばれていますが、この新しい施設もね、ちょっとイカに似てるからイカトイレとしてね、公園の人気の的になることをね、願ってるらしいですよ。
クリエイターの佐藤柏氏はホワイト、清潔で安全というコンセプトを打ち出し、恵比寿駅前交番の横にあるトイレは毎日人々が目にする地域のシンボルであるため、あまり目立ちすぎない方が良いと考えたそうです。で、入りやすく使いやすく清潔感のある外観で、道行く人が少しでも明るく新鮮な気持ちになれるような施設でなければならないと考え、トイレの当たり前のことを徹底的に考えてデザインされたそうですよ。本日はご視聴誠にありがとうございました。番組登録高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。